最後に MTS 見込み生産を説明します。品目テーブルを表示します。 AX は対1対1生産に設定されていますが、 AX の自動補充フラグを対に設定します。製造ロットサイズを min、max ともに500を入力し、500個単位で補充するようにします。AX の現在庫を設定していきます。オーダーコードにインベントリー AX。オーダー種別は在庫絶対量。品目は AX。納期は10月31日。数量は300を設定します。リスケジュールします。AX を500個製造するオーダーが自動的に補充されます。このオーダーは A を500個要求しますが、A の現在庫は400なので A が足りません。A の自動補充の製造オーダーが自動生成されて、数量は1000になっています。資源ガントチャートの結果をチェックしてみます。資源ガントチャートに行き、これは受注オーダーで、AX を300個要求しています。AX の現在庫が300個あるので、不要な製造オーダーが削除されました。この AX の製造オーダーには A が500個必要です。A の在庫を400個使いますが、不足する100個を補うためにこの製造オーダーが自動補充されたのです。